こんにちは。本日紹介するのはこちらでございます。新型ダイナブック2018春モデルでございます。これね、特筆すべき、おっと危ない危ない危ない、壊れちゃう壊れちゃう、特筆すべき点が一つ、そうです、インテル入ってる Core i7 第8世代出ました。第8世代触りたかった。私、ご存知の方はねいると思いますが、第8世代の、Core i7-8086K、リミテッドエディションの検証っていうのがたった1日だけで開催されて、私それ応募したんですよ。応募したの、欲しくて。でそれが当たったら、次この CPU を起点にね、どういうマシンを組もうかなと、もうその構成まで考えてたっていうね、当たる手で思ってたんですけど、まあ見事、破れまして、破れたっていうか、まあ外れまして、第8世代かと思ってたんですけど、なんと今回こういうお話をいただきまして、私どっぷりと第8世代 CPU 触ることができました。嬉しいですね。いやー素晴らしい。今回もほんと第8世代素晴らしい。まあ、とりあえずこのノートパソコンの、説明を簡単にさらっといきましょう。ツインワンです。最初ポコッとやったんですけど、これをこうすることができる、完全に折りたたむことができます。そうするとタブレットモードに切り替わります。なので、ここで、付属のこれスタイラスペン付属してます。これでこうやってできるので、文字を書いたり絵を書いたりっていうことが、手書きがね非常に取り回しがいいで、これ Windows なのでこうやってやってあげればほいっと縦になります。ほいっと。でこれねツインワンなんですけど、非常にこの切り替えが早くて、これこのまんまこう持ってきますよね。そうするとこれ、私がね誤動作ちょっと嫌だったんで、ワンクッション置いてるだけです。ここをこうしてあげるともうすぐこれで PC モードに切り替わっております。ツインワンとしては非常に使いやすい。で特にこのヒンジの部分とかも丈夫だなという印象。こうやって持っても全然丈夫というか、ここがガタガタしないっていうんですか、ツインワンってこのギミックがある関係でここちょっと心配じゃないですか。でもガタガタしなくて非常に素晴らしいかなと思います。作りがね非常によくできている。でここに指紋認証があります。そしてカメラ、これデプス読むんですね。なので Windows Hello 顔認証対応しております。素晴らしい。当然マイクもついているのでコルタナさんもね喋れるし、ハーマンカードンが載っているので音もいいと、もう資格がないという感じですね。でさらに言うと、電源としては Type-C で取ります。で、イヤホンジャック、マイクジャックがありまして、こちら側に電源ボタンと、これなんと USB-C じゃない方C じゃない方、これがついてるんですよ。これで、ね、結構結構嬉しいよ。まあもちろんこっちでType-C なので充電給電だけじゃなくて、こっから USB として派生させて2個使うこともできると。ちなみにこのマシンは、このスタイラスもついてるし、このアダプターがついている。これね、初めから付属してるってすごい、2人タイヤごとで別売り多いですからね。こうやってやって、ここが Type-C になってます。なのでこれこっち側に繋いであげれば、よいしょよいしょ、こうなるわけ。そうすると、はい、びっくり、有線 LAN に、USB HDMI、 そしてビデオポート。これね、昔の PC だと全部横にあったんですよ。これ全部あったんですよ。だけどまあ今ないじゃないですか。これが欲しいなっていう人は別で買ってねっていうパターンが多いんですけれども、まあこれが付属してるって非常に親切かなと思います。 HDMI はね欲しい方多いんじゃないかなと思います。で当然ながらこれこっちにつなげばUSB ポート増えますので、増える、まあ Type-C 死んじゃいますけど、逆にここから Type-C に伸ばせっていうこともできますけどね。非常に使い勝手のいい PC になってます。だから私はね、この辺貼っときますけど、ベッドで使ったり、ソファーで使ったりっていう感じでやってたんですよ。ソファーでねこうくつろぎながら使うには非常にいいと。
こうやって持ってたり、こう突然切り替えたりもできるし、置いてやったりもできるので、非常にそのくつろぎながら使う PC として、いいんじゃないかなと。私の場合ベッドから、ソファーっていう移動があるんですけど、これ軽いしね、なんだろう、スペックはめちゃめちゃいいんだよ。周りには軽いで持っていくこともできる。でさらに今私がメインでいくつか使ってるノート PC あると思うんですけど、なかなかね生放送とかやったりするとハイビットレートだとね、かなり厳しかったりするんですけど、これこれ端子あるんで何も延長せずにここを繋いでウェブカメ載せられますと。あー素晴らしい。いつでも配信ができる。当然これタッチパネルですからね、なんだろう、タブレットモードにしなくとも、このパソコンモードでも、こうなってますからね。で、こう、ほら、OBS 起動して、こうやって、すぐ配信ができる。すぐ配信ができる。私、ノート配信は今後これでいこうかなと、思っちゃってるぐらい、スペックがいいです。これにね、載っている、こっちで出せばいいのか。使ったしてある。こっちで出してる。この PC に載っている CPU が Core i7-8550U なんですね。U です。で、それなんですけど、1.8GHz ね。で、ターボブーストを入れると 2.0 対応の最大 4GHz。そして、ここです。4 Core 8 スレッド。出ました。ついに来ちゃったよ、これ。4コア8スレッド。で、ハイパースレッド使うと 2.0 対応、ハイパースレッティングテクノロジー 2.0 対応ということで、インテルのスマートキャッシュも8メガバイト。あー、すごいですね、これ。これも興奮しますよ、これ。いや、コア数がだから単純に2倍になったんですよ。第8世代って、何がすごいって、コア数が倍になっているのがすごい。っていうのが私の中の。感想なんですね。今まで例えばノートだったらね、本当に2コアが多かったんですけど、これ4コアなんですよ、このノート。で 8550U ってこれ使ってみればなんですけど、ちょっと前とか抑え身のノートじゃないデスクトップと遜色ないですよ。 CPUそのぐらい性能いい。抜群に性能いいです。だって生放送エンコードかけてぬるぬる動いちゃったからね。結構ハイビットレートで。でさらにあれですよ、ゲームの方も私何タイトルか遊んだんですけど、デスクトップの方と比べてっていうのは置いといて、これノートだからね、しかもこう 2-in-1 でタブレットになるもので、こんなに動くのというぐらいゲームも動きました。まあ、PUBG とかね、ぬるぬると普通に動きましたよ。まあもちろんその PUBG ゲームやるときはね、ここコンパネの問題があるので、まあマウスとキーボードつなぎたいよねとか、せめてキーボードはつなぎたいよねっていう場合はこれ使ったりとか、まあここにハブつなげばいいですからね。タイプ C じゃないので、非常にゲーミング系のデバイスってタイプ C じゃないものがほとんどじゃないですか。だからこれでいけるんで、まあ非常にこれはなんだろう、ノートとは思えないスペックになっちゃってる、もはや。しかもこれただのノートじゃなくて 2-in-1 で、まあ私の感想はこの指紋認証だったりハローだったりこうポートだったりで、非常に私が欲しいとしている機能が全部持ってあるんですよ。で私は最近こう手書きで文字を書くことが多いので、スタイラスペンもついている。これすごいよ、本当。これも付属だからね、これ付属品5,000円とかで買うわけじゃないですよ。いやー、驚きのスペック。まあとにかく私は今回インテルの第8世代が、触りたかったんですよ。ノート PC で4コアになったり、もうデスクトップ用もそうですし、もう全て今回第8世代に関してはものすごくスペックアップされてて、インテルの本気が
私の中でね、ひしひしと伝わってくる CPU だったんですよ。なのでね、もうこれ触れるってだけで嬉しいなと思って、いやでもびっくりしたよこれノートとは思えない、これ本当に超スペックですよ、超スペックですよ。まあ今後ソファーの方で配信したりっていうので、ノートパソコンを使って私はあの YouTube ライブをやるときはこれ使おうかなと思っております。まあ持ち運びに使うかっていうのはちょっと考えてますけど、家の中で移動してっていう場合、うちの中のノート PC で一番性能が良くなってしまったのでこれすごいんですよ、本当に素晴らしい。これがね第8世代のパワーかなと思いますよ。これはね、まあコア数が増えたんで、なんだろう、シングルコアに向くもの、マルチコアに向くものってあると思うんですけど、単純に強いんですよ今回の、今回第8世代の CPU は単純に強いこれね、Windows で動画編集なんかする方も多分これ全然いけますよ、全然いけます。だからなんだろうな、ここまでやられちゃうとデスクトップ、私一度デスクトップを捨ててノートに戻ったんですけど、あ、じゃあ一度デスクトップを捨ててノートに行って、さらにまたデスクトップに戻った人間なんですけど、揺らぐね、揺らぐねあれ、またノートオンリーが私を呼んでいるのかみたいな感じで、いや揺らぐよこれは、すっごいよ、素晴らしい。いやー本当に、なんだろうねこれなんなんだろうって思っちゃうんですよ本当に、なんなんだろうっていうぐらい性能いいんですよ。こう思って、なんだろう、だからタブレットとノート PC を持っている人は今すぐこれに切り替えるってワンチャンあるよ本当に。だって全然ねいけるんだもんで、これ取り外すタイプじゃなくてくるっと回すタイプだから、そのまんま CPU スペックなどがそのまんまこっちに来るので、タブレットモードだとそのタブレット調整のいいからね、例えば YouTube なんかで 4K で見れないノート PC やっぱありますからね、もうこれはもう問題ないです何も問題ないですこの PC だったら何ももうでもそういう そのレベルにいないっていうぐらい、いや本当にだから今回のインテルの第8世代がやばいんですよ。私は久しぶりに CPU で震えたというか、あーすげえと、ついにノートも4コアだ、これほんとちょっと前のデスクトップ超えてるっすもんちょっと前のデスクトップを超えちゃってるんですよ。これはもう大変な事態ですよ、大変な事態ですよね。ちょっと前だとね、なんかムーアの法則がいよいよね陰りを見せてきて緩やかに進化していくのかとか言われてたんですけど、ここに来て急激に CPU 強くなってますよね。もうワクワクする、本当に。例えるなら、古い例えで申し訳ないですけど、486からペンティアムぐらいになった私のイメージとかね、286から、486になったぐらいの、例えが古すぎて申し訳ないですけどそのぐらいの衝撃が、電流がほとばしりますね。これはいいね。というわけで、今回ね、紹介しましたこちらダイナブック、2018春モデルの、私が今回、こう使わせていただいたのは Core i7 のモデルですね。 Core i7 が入ってるモデルになります。本当にちゃんと Core i7 って言ったら失礼かもしれないですけど、本当に Core i7 の名に恥じないスペックがここに載ってる、ノート PC だけどここに載ってる、素晴らしい、本当に感動しました。しばらく私は、ライブ配信、まあここでやる場合はね、いつ今まで通りここの機材全部使いますけど、なんだろう、
あのソファールームとかで配信する場合はこっちでやろうと思います。素晴らしい、気に入りました。ここまでスペックがいいと震えます。いや、私びっくりしたのが、このインテル CPU プレゼント企画に応募してる人がリスナーさんに大勢いた。これそもそもそんなに私知れ渡ってないような感じで、しかも1日しか応募期間なかったから、案外みんなえっていうかと思いきや、結構生放送で私応募したんだっつったら、自分も自分もっていう人がいてびっくりしたっていうね、いきさつがありますけど、いや、みんなやっぱ第8世代注目してるんですよね。 Core i7-8550U は本当にバッテリーの持ちから考えてとんでもないスペックを出すってことですね。本当に感動しました。素晴らしい、素晴らしいの一言です。気に入りました。詳しいことはね、概要欄下の方に貼っておきますので、ぜひそちらから、ご覧いただければと思います。引き続き次回インテル動画でお会いしましょう。過去私インテル入ってるめぐみというあだ名がね、異名がついていたことがあるというのはね、皆さんご存知だと思いますので、インテル入ってるね、あだ名を持っていためぐみが、インテルをどんどん紹介していきます。またお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。